YouTube ライブで沸騰。平野翔、岩優太、神宮寺優太の絆と才能が爆発した瞬間にファン熱狂。例えば、平野翔の無邪気で自然体な姿勢は、いつものようにファンを魅了しました。人々が集まり、心から楽しめる瞬間を共有する場所として、YouTube ライブはその進化を発揮しています。特に、ファンが愛してやまないアーティストたちがライブ配信を行うとき、 そのののの空間は単なる画面越しの体験以上のものに変わります。それはまるで、ファンとアーティストが直接対話し、心を通わせる特別な場のようなものです。そして、先日行われた平野紫岩優太、神宮寺雄太の3人による YouTube ライブもまた、そんな瞬間をファンに届けてくれました。このライブは、彼らのファンにとって待望の時間でした。 三人が揃って語り合う姿を見られる機会は貴重であり、その一時間は瞬く間に過ぎ去ってしまったと多くのファンが感じたことでしょう。特に、この配信ではそれぞれのキャラクターが存分に発揮され、笑いと感動が交錯する瞬間が数多くありました。例えば、平野翔の無邪気で自然体な姿勢は、いつものようにファンを魅了しました。ほてっちゃって、と無意識に口にする彼の仕草や言葉には、 ファンの心を温かく包み込む力がありました。彼の笑顔や仕草は、画面越しでも見るものに安心感を与え、まるで彼がそこにいてくれるかのような感覚にさせてくれます。岸優太についても、多くのファンが新たな一面を発見しました。彼が趣味で曲を作っているという事実は、ファンにとって驚きと喜びをもたらしました。普段はあまり表に出さないその才能が、 このライブを通じて初めて明らかにされたことで、ファンは彼の多彩さに改めて感動したのです。さらに、その曲作りへの情熱や、次のリード曲をプロデュースするという発表には、多くの期待と興奮が寄せられました。神宮寺雄太もまた、その存在感を強く示しました。彼の落ち着いた声や、言葉選びのセンスは、ファンを魅了し続けています。彼の、ラブソングを披露するシーンでは、 多くのファンがその感受性豊かな表現力に感動し、その後の、ほてっちゃってという平野の言葉と相まって、微笑ましい瞬間を生み出しました。3人の間には、ただの仲間以上の絆が感じられます。それは、長年ともに活動してきた中で培われた信頼と理解があるからこそです。ライブ配信の中で見せる彼らの掛け合いや、お互いを気遣う様子からは、 彼らががいいいかかににお互いを大切にしててるかが伝わってきます。それはまた、ファンにとっても非常に感動的なものです。彼らがステージ上でどれだけの努力を重ねてきたか、そしてその努力がどれだけの成果を生んできたかを、改めて感じる瞬間でもあります。ファンにとって、アーティストとの距離感はとても大切な要素です。YouTube ライブは、その距離感を縮め、まるで隣に彼らがいるかのような感覚を生み出してくれます。 リアルタイムでのコメントや反応を通じて、ファンは自分の思いが直接アーティストに伝わっていると感じることができます。この、つながっているという感覚は、ファンにとって非常に大きな意味を持ちます。実際、今回のライブ配信中にも、ファンからの多くのコメントが寄せられ、それに対する3人の反応が即座に見られました。例えば、ほてっちゃってという言葉が何度も飛び交う中、 平野翔がそれに照れくさそうに応じる様子は、ファンにとって最高の瞬間の一つでした。また、神宮寺勇太がファンのコメントに丁寧に答える姿勢や、岸優太が自身の新プロジェクトについて語る際の謙虚さも、ファンとの強い絆を感じさせるものでした。さらに、YouTube ライブは、アーティストの新しい一面を発見する場でもあります。普段のパフォーマンスやテレビ番組では見られないような、 素顔の彼らが垣間見える瞬間は、ファンにとって特別な喜びです。岸優太が趣味で曲を作っているという事実も、その一例です。この驚きの発表は、多くのファンにとって予想外のものであり、それがまた彼らの支持を一層強める要因となりました。また、神宮寺優太が披露した、ラブソングのように、彼の繊細で感情豊かな表現力は、ライブ配信を通じてより鮮明に伝わります。 彼の声のトーンや言葉の選び方には、ファンの心に直接響く何かがあり、それが彼らの絆をより深めていくのです。このような YouTube ライブの魅力は、単にアーティストとファンが交流する場としてだけでなく、新しい創造的なプロジェクトの発表や、アーティスト自身の成長を示す場としても機能しています。今回の配信でも、岸優太が新しい曲作りに取り組んでいることが明らかになり、 ファンはその完成を心待ちにしています。彼のプロデュースする楽曲が、これからどのような形で世に出るのか、その期待は日に日に高まっています。一方で、平野翔や神宮寺雄太も、それぞれが新たな挑戦を続けています。彼らの努力や挑戦の姿勢は、ファンにとっての励みとなり、また彼ら自身の成長を見守る楽しみでもあります。彼らがどのような形で次のステージに進んでいくのか、 その過程を共に見守り、応援することは、ファンにとっても特別な体験です。こうした YouTube ライブの成功は、アーティストとファンの間に築かれた信頼と理解の賜物です。それは単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、ファンが彼らの努力や苦労を共有し、共感することができる場でもあります。その結果、ファンはより一層彼らを応援したいという気持ちを強くし、 アーティストにとってもその応援が次の一歩を踏み出す力となります。また、YouTube ライブは、ファン同士が交流し、共感を深める場としても重要です。ライブ配信が終わった後、ファンは SNS を通じて自分の感じたことや考察を共有し合い、新たな友情を育んでいます。こうしたコミュニティの広がりは、アーティストの活動を支える重要な要素となっており、 それがままた彼ららの人気をさらに押し上げる要因ともなっています。このように YouTube ライブは単なるライブ配信の枠を超えアーティストとファンそしてファン同士のつながりを深める場として進化していますその進化は今後も続くでしょうそしてその過程でどのような新しい感動や発見が生まれるのかそれを共に体験できることがファンにとっての最大の喜びなのです このような感動の瞬間を共有するために、ファンは常にアーティストの最新情報をチェックし、次のライブ配信に備えています。それは一見、日常の忙しさの中で行われる単なる娯楽のように見えるかもしれませんが、実際には、ファンにとって非常に大切な心の支えであり、生きる活力の一部となっています。そして、あなた自身もこのような体験を通じて、どのような感情を抱き、 どのような思い出を作り上げているのでしょうか。また、次回の YouTube ライブでは、どのような驚きや喜びを期待していますか。こうした問いかけが、ファン一人一人の心に新たな期待と希望を芽生えさせ、それがまた彼らの応援へとつながっていくのです。これからも、彼らの活動を見守り続け、共に喜び、共に成長していくことが、ファンとしての最大の幸せであり、 それがまた彼らにとっての大きな支えとなるでしょう。そして、その先にどのような未来が待っているのか、それを一緒に見届けることができるということが、何よりも素晴らしいことなのです。以上で、記事の続きを締めくくります。この記事が、彼らの活動に対するあなたの思いや期待をより深めるものとなることを願っています。そして、次回の YouTube ライブでまた新たな感動が生まれることを楽しみにしています。 このライブ配信が終了した後、多くのファンが SNS でその感動を共有し始めました。彼らが語った内容や、特に印象に残ったシーン、そして次に期待することなど、様々な思いが飛び交いました。中でも、ほてっちゃってという言葉が何度も繰り返され、その可愛らしさに多くのファンが心を奪われたことがよくわかります。また、騎士の新しい音楽プロジェクトに対する期待も、非常に高まっています。 ファンの中には、このライブ配信を何度も繰り返し見る人が少なくありません。それは、ただ楽しむためだけではなく、彼らの一挙手一投足を見逃さないように、そして彼らの言葉や表情からより深い意味を汲み取ろうとするためでもあります。それぞれのファンが、自分だけの特別な瞬間を見つけ出し、それを共有することで、ライブ配信が終わった後もその感動は続いていくのです。さらに、このライブ配信は、 彼らの音楽活動に対する期待を一層高めるものでした。次のアルバムやシングルのリリースに向けて、ファンの期待は膨らむばかりです。そして、その期待が彼らの新たな挑戦や成長を支える大きな力になることは間違いありません。こうしたライブ配信の魅力は、単にその場で楽しむだけにとどまりません。ファン同士の交流を深め、新たなコミュニティを生み出す場ともなり得ます。 ライブ配信後に SNS で交わされる会話や考察は、ファンが彼らに寄せる思いの深さを物語っています。また、そうした交流が新たなファンを引き寄せ、さらに大きな輪を広げていくのです。このような YouTube ライブの成功は、単にテクノロジーの進化によるものではありません。それは、彼らがファンを大切にし、ファンと共に歩んでいこうとする姿勢が根底にあるからこそ実現しているのです。そして、 その姿勢がこれからも彼らの活動を支え続けることでしょう。今後も、彼らの YouTube ライブがどのように進化していくのか、そしてどんな新たな驚きや感動が待っているのか、ファンにとっては目が離せない展開が続くことは間違いありません。そして、その一瞬一瞬を大切にしながら、ファンと共に新しい未来を切り開いていくことでしょう。これからの彼らの活躍にますます期待が高まる中、ファンとしてできることは、 彼らを応援し続け、その活動に寄り添うことです。そして、その応援が彼らにとってどれだけ大きな力になるのか、改めて考えさせられる瞬間でもありました。最後に、あなたはどう思いますか彼らの活動に対して、どのような期待を寄せていますかまた、これからの YouTube ライブでどんな瞬間を共有したいと考えていますかファンとしての思いを大切にし、 これからも彼らとの特別な時間を楽しんでいきましょう。